早速ご紹介しましょう SMA ニートプロジェクトに所属2012年キングオブコント優勝バイキングさんですよろしくお願いしますバイキングですお願いします,、はい、おしますどうです,す、えー、前回の放送で、はいえー、もっとテレビに出たいと言っておりましたが、はいはい、出まくってますねそうですね<ー>今ちょっと本当おかげさまで出させていただいておりますいろいろありがたいです本当,本当にあのほら 前回の番組で言った、ダウンタウンデラックスに出たそうなんですよ、出ましたね、ついに出ましたね、いかがでしたいやでもやっぱ嬉しかったですね、僕は本当に一番出たかった番組なんで、めっちゃ嬉しかったですね、ダウンタウンさんね、初めていや、キングオブコントの時に初めてお会いして、そこからもちょいちょい会わせていただいてるんですよね。 あ、そうなのはい。だから、結構ダウンタウンさんの番組に呼んでいただいて、まあ、アカン警察とかもそうですし。アカン警察収録したあ、しました。で、デラックスもそうですし。あと、リンカーン。リンカーンもそうですし。だから、本当あの、大好きだった、憧れのダウンタウンさんと、結構な頻度で会わせていただいてるので、ちょっとやっぱり、信じられない話になってるんですよ、僕らの中で。感じですよね、だから。ええ。あんだけ、本当に大好きで、 会いたい会いたいたと思ってた人とでほらよくさ、はい、自分がこうイメージしてて実際会う、はいはい、ギャップがあったり、はい、すごく近かったりいろいろあるでしょそれどうでした実際お会いしてみて。 あの、やっぱちょっと、なんとなくですけど、うん、怖いイメージだったんですよ。一発一般的に、ね。いや、でもめちゃくちゃいい方なんですよね、お二人とも。すっごい優しい、ね。そうなんですよ。ど、どんな感じいやと、あのー、松本さんは、うん、やっぱなんかあのー、そのキングオブコント以降あったら、いやー、テレビ出てる、よかったなって言ってくれまして、浜田さんは浜田さんで、なんか毎回、 楽屋に挨拶したらなんかはにかんでへ <laughs> へって手上げてくれるんですよ。はいあの笑顔が。喜んで笑ってくれるんですよ。あの笑顔ね。あの毎回ちゃんとちゃんと中かあの笑顔をいただけるんですよ。へ<ー>嬉しいですね本当に信じられない状況ですね。西村君はいどうですか。僕ねあのー、好きすぎて、うん、ダウンタウンデラックス出させてもらった時すげえ緊張して<お>後半ちょっと意識ぶっ飛んでましたねもうね。 あ、しそうしたかもあれ、コントやったよね、あ、コントやりました、結構、状況的には結構、やりにくい状況、やりにくかったですね、だって、しかもダウンタウンさんじゃないですか、キングオブコントで2本見ていただいて、同じいや、違う違うなんですけど、もう1本やるのって、やっぱちょっと怖かったですね。そう いやー、本当よかった、ダウンタウンファミリー。ファいーファミリーまでが、ダウンタウン、おこがましいでしょ、ダウンタウンいとこぐらいにあるいとこから、なんかガキツカで、えおなじみのメンバーとして横にね、山崎くんなんかと横に座ってたりして、知らないうちにいやいやいや、まだまだちょっとさすがにそこはあれですけども、はもっとでもずっと。